メアリー。メアリー・スチュアート、メアリー・スチュアート、1542年12月8日から1587年2月8日は、スコットランド女王、メアリー一世、在位、1542年12月14日から1567年7月24日。スコットランド王・ジェームズ五世と、フランス貴族、ギーズクゲ出身の王妃メアリー・オブ・ギーズの長女。 ヘンリー・スチュワート・ダンリー、1545から1567は、二度目の夫。メアリーは、王、OK、家、スチュワートの綴りをスチュワートからスチュワートに変えたが、これは、自身のフランス語のみからであったという、同時代のイングランド女王エリザベス一世と、比較されることも多く、また数多くの芸術作品の題材となっている。親しみを込め、 しばしば、クイーン・オブ・スコッツと呼ばれる。メアリー自身は、ハイイノの後国を追われ、エリザベス一世の命により、イングランドで軽止したが、その子ジェームズは、スコットランド王として即位し、また、エリザベス一世の死後は、イングランド王位を合わせ継いだ。以後、スコットランドとイングランドは、同君連合を形作り、18世紀のグレートブリテン王国誕生の端緒となった。未婚で、 子孫を残さなかったエリザベス一世に対し、メアリーの地は連綿として続き、以後のイングランドスコットランド王、グレートブリテン王、連合王国の王はすべてメアリーの直系子孫である。1542年12月8日でジェームズ五世の第三子として生まれた。12月14日にジェームズ五世が三十歳で急死すると、長男と次男が創生していたため、 わずか生後6日で王位を継承した。摂政には、ジェームズ2世の彦の第二代アラン博、ジェームズ・ハミルトンが就任した。それから、イングランド国王ヘンリー・パッセイの要求により、メアリーは当時王大使だった、エドワード6世と婚約さられた。1547年、イングランドの政権を握ったサマセット公、エドワード・シーモアの攻撃を受け、迎撃に出た。 アランハクが破れる事態になった。1548年、王母、メアリーの提案でメアリーは、フランスのアンリ二世のとに逃れ、以後フランス宮廷で育てられた。1558年4月24日、メアリーは、アンリ二世の王太子フランソワと結婚式を挙げた。同年11月17日に、ジェームズ五世の十枚に当たるエリザベス一世が、イングランド女王に即位すると、 アンリ二世は、諸子であるエリザベスの多い継承権には、疑義があり、メアリーこそ正当なイングランド王位継承権者である、と抗議した。さらに、1559年9月には、フランスとイングランドの講和条約締結の後に、中仏イングランド大使を招いた祝縁の席で、イングランド王位継承権者であることを示す紋章を、発表し、エリザベスを激怒させた。7月10日に、 アンリ二世が亡くなると、王太子がフランスは二世として即位し、メアリーはフランス王妃となった。この年から翌年にかけて、スコットランドではプロテスタントの反乱が起こり、これにイングランドが介入して、フランス海軍は大打撃を受けた。七月六日、エディンバラ条約が結ばれ、フランスのスコットランドへの軍事介入の禁止と、先の紋章の使用禁止が謳われたが、メアリーは、 実際にはその後もこの紋章を使用し続けた。イングランド国内においても、エリザベスの王位継承に不当性を唱える大貴族がおり、女王の政権は不安定なものであり、メアリーがエリザベスを諸子と主張して、自らの王位継承権を言い立てることは、エリザベス個人の不況にとどまらず、政権を揺るがす政治的問題であった。また、ローマ教皇を含む多くのカトリックは、 実際に、メアリーが、イングランド女王であると考えていた。1560年12月5日、フランソは2世が16歳で病死した。子供ができなかったメアリーは、翌1561年8月20日に、スコットランドに帰国した。メアリーは、父の諸子でイボアニのマリハク、ジェームズ・スチュアートとウィリアム・メイトランドを政治顧問とした。当時のスコットランドは、宗教改革が進み、 多くの貴族がプロテスタントに改修していたが、カトリックの貴族も相当数残っていた。マリハクとメートランドは共にプロテスタントであったが、メアリーは宗教の選択には寛容で臨むと宣言、両派の融和を図った。1562年の夏には、カトリック貴族では、最有力のゴードン家がメアリーに反乱を起こした。これは、マリハクにより鎮圧された。 メアリーは再婚相手について検討を始めた。候補として名前が挙がったのはオーストリアのカール大公、スウェーデンのエリク14世、デンマークのフレゼリク2世、フランスのヌムール公、ジャック・ド・サボアなどだった。中でも特にメアリーが関心を示した相手は有力なカトリック国スペインの国王フェリペ2世の息子、ドンカルロスであった。しかしカトリーヌ・ドメリシスやエリザベス1世に 政治的な動機で妨害されるなど、様々な理由から、いずれの相手とも結婚に至ることはなかった。やがてメアリーは、1565年2月18日に、出会ったスチュアート家坊系の重廷ダーンリー卿、ヘンリーとの結婚を考えるようになる。ダーンリー卿ヘンリーは、メアリー女王と同じく、イングランド王ヘンリー七世の王女マーガレットの孫で、あり、チューダー家の血を引いている。 加えて、カトリック教徒であった点も、メアリーにとっては、都合が良かった。しかし、この結婚にもマリハクやエリザベス一世が強行に、反対した。特にエリザベス一世は、イングランドの有力な多い継承権を持つ、ダーンディー教徒の結婚によって、メアリーの多い継承権が強化されることを恐れた。そこで、ダーンディーにすぐさま、イングランドに戻るよう命令し、 従わないと反逆罪とみなすとして、ダーンディ教の母、マーガレット・ダグラス・ガレット・チューダーの娘で、ジェームズ5世のイフ・妹、とエリザベス1世の重視を、ロンドン島に遊兵したが、ダーンディ教は従わなかった。しかし、エリザベス1世と首相のウィリアム・セシルは、性格的に弱いダーンディ教をスコットランドに送り込むことにより、スコットランドの国力低下を図ろうとしたという説も、 1565年7月29日、メアリーはダーンリー教ヘンリーと再婚した。メアリーはヘンリーに対し王族にしか与えられなかったロス博、オールバニコーの位を与え、また多い継承も改めて与えるなどして、多くの貴族の反感を買った。しかし、両親から甘やかされてきたヘンリーの傲慢な性格がわかるにつれて、メアリーの愛情も冷めていった。やがて、 ピエモンテ人の音楽家で、有能で細やかな気遣いをする秘書のを超愛し、徴用するようになった。1565年8月1日、マリファクがエリザベス1世からの援助を取り付け、1200人の兵力を集めて、メアリーに反乱を起こした。メアリーは、この反乱を鎮圧するため、ゴーオードン家にも恩赦を与えて、地位を回復させた。 マリハクの期待していたイングランドからの援軍は現れず、スコットランド南部で、オスウェルハク率いるスコットランド軍に敗北し、彼はイングランドに亡命した。1566年3月9日、ホリールード宮殿で食事をとっている時、武器を手にしたルース・ベン・モートンなどの数人の貴族たちが立地をお拉致し、ダーンディ卿の部屋に近い越見室、しかも、 メアリーの目前で殺害するという事件が起きた。メアリーは流産の危機を迎えたが、6月19日無事に、息子をジェームズ、後のイングランド王兼スコットランド王ジェームズ1世、6世、を出した。リッチ王の子だと噂する者がいたため、メアリーは床についたまま、ダンディの子であることを誓い、ダンディにも認めるよう迫った。しかし、ジェームズが大きくなっても、ダビデ・デイビッドの子を意味する。 ソロモンと呼ぶ者がいた。子供は生まれたが、しかし、ダーンディ教徒の中は冷え切ったままだった。当時のスペイン大使によれば、メアリーにダーンディ教暗殺を提案した者さえもいたが、メアリーは受け入れなかったという。その後、メアリーはボスウェル博に心を寄せるようになった。1567年2月10日、エディンバラのカークをフィールド教会。 現在のエディンバラ大学校内で、ダーンデー卿が殺害されているのを発見された。ボスウェル博はメアリーに結婚を申し込み、その数日後にメアリーを連行し、結婚に踏み切らせ、5月15日に二人は結婚式を挙げた。当時、ダーンデー卿殺害の死亡者は、ボスウェル博、共謀者はメアリーであると見られており、実際の証拠はなかったが、カトリックプロテスタント双方が、 この結婚に反対した。まもなく、第四代モートン伯爵ジェームズ・ダグラス・ラハン、ボスウェル派の貴族たちが軍を起こした。6月15日にメアリーは、エディンバラの東のカーバリーヒルで、反乱軍に投降した。メアリーはに移され、7月26日に配備された。歴史小説家のジーン・プラディはこのペンネームで書いた、電気の中で、メアリーがよく言っていた。 エクスチェッカーハウスという小さく一人でこもれる家の隣の住人がボスウェルの求めし使いであり、ボスウェルがよく相引きに使っていったことから、ダーンリー教殺が以前からメアリーとボスウェルが恋人であったと断じている。また、メアリーの連行は合意の上での拉致の演技だという。また、メアリーがジェームズの多い継承権を損なわない形でダーンリーを排除したいという言葉が、 事実上の殺人命令だったとしている。カトリックのメアリーには、継承権を損なわない離婚ができないからである。1568年5月、ロッホリー文城を脱走したメアリーは6000人の兵を集めて、軍を起こすが、マリハックの軍に敗れ、イングランドのエリザベス一世紀の元に逃れた。メアリーは、イングランド各地を転々としたが、軟禁状態とは思えないほど自由に近い。 引退した老婦人のような静かな生活を送ることを許された。しかし、たびたび、イングランド多い継承権者であることを主張し、また、エリザベスイイの陰謀に関係した。1570年には、が企んだ事件、1586年の、カトリックのが、エリザベスの暗殺を狙う事件などである。バビントン事件の裁判ではメアリーが関与した証拠が、提示され、有罪。 死刑を言い渡された。エリザベス一世は死刑執行所への署名を渋る様子を見せたが、結局1587年2月8日のグレートホールでメアリーは処刑された。この事態を受けて、スペインをフェリペ二世は無敵艦隊をイングランへ派遣し、アルマダの海戦1588年につながった。このように目立つ方法でリッチオが殺害されたことから、 ダンリー一派はメアリーの暗殺まで狙っていたという説がある。すでにこの事件の前の1566年2月13日にイングランド大使のランドルフ教は本国にこんな報告をしている。また、この事件の首謀者はマリハクだという見方もある。しかし、前年に起こした反乱について心から自分の過ちを後悔しているとしてメアリーは赦免したためマリハクは スコットランド帰国が叶い、依然同様メアリーに徴用されることになった。カーク・オフィールド協会でのダーンディー協暗殺事件に関しては、ボスウェル博が首謀者とするならなぜ、彼ほどの経験豊富で優秀な軍人が、ダーンディー協一人を殺害するのにわざわざこんな滅、方法を選んだのかという疑問が生じる。また、ダーンディー協が、 自らの即位をもくろんで、メアリーをここで暗殺しようと計画していたとする説も、ある。メアリーが、ボスウェルハクのダーンディー教暗殺計画に賛成した手紙も含まれているとされている。小箱の手紙に関しても、メアリー・スチュアート研究者たちの間では、この数枚の手紙を、メアリーの直筆とする説には近年では、否定的になってきており、偽造されたとする説が優勢になってきている。 メアリーに関しては、同時代の人文学者で、歴史家であるジョージ・ブキャナン、1506から1582が書いた文書が知られる。彼は、ダーンディ教の生前からのメアリーとボスウェル・ハクトの不倫を自分文書の中で主張している。その一例として、こんな文書がある。1566年の10月16日、メアリーは、 イングランド国境に近い、エディンバラ南東部のジェドバラという町の付近を荒らし回っている盗賊について、国境警備士機関のボスウェル博と話し合うため、マリ博ほか数人の進化達と共にボスウェル博のいる、ハーミテージ城に向かい、そこに2時間足らずの間滞在している。ブッキャナンはこの日のこの出来事について、この時すでに、メアリー女王は、ボスウェルの愛人で、女王は、ハーミテージ城では、 その名誉と身分にあるまじき、はずべき行為を行ったと文書に記残している。しかし、ボスウェル博はこの8日前に、ジェドバラの盗賊団と戦い、盗賊団の首領は倒したものの、頭と右肩と左腕に重傷を負っていた。この時、すでに彼は、出血多量により意識不明になっていて、助かるかどうか微妙な様態であったという。そのため、もう、ボスウェル博は、 死んでしまったのではないかと考える人々も多か。たとえ、ボスウェル博クは、単価で近くのハーミテージ城に運ばれた。この知らせはしばたたく間に広がり、スペイン大使はメアリーに深い同情を寄せてこう、言っている。もはや、スコットランド女王は、頼みの綱を失ってしまった。あれほどの人物は滅多にいるものではないというのにしかし、このボスウェル博の死は誤報だとわかり、 周囲の人々は安心したという。ブッキャナンは後に、メアリーの敵対者側に寝返っている人物で、メアリーの敵対者たちの依頼を受けて、このようなメアリーに関する事実と異なると思われる。誹謗文書を多く作成しているため、現在のメアリーに関する悪評は差し引いて考える、必要があると思われる。メアリーは1567年11月、フェリペ2世に宛てて、 という内容の手紙を書いている。また、どこまで本気で書いたのかは不明とはいえ、1577年にはという遺言状や、1586年5月末にも、当時パリにいたフェリペ二世の進化の面倒さに当ててという手紙を書いている。この他にも、フェリペ二世がイボテー、ドンフアンデ・アウストリアに軍勢を引きさせ、スペイン領ネーデルラントからイングランドに侵攻し、 メアリーを救出して、ドン・フアンと結婚させるという計画を、1576年頃に立てていたという説もある。このように、最後まで、フェリペ2世は、同じカトリックの君主として、メアリーに対して協力的な態度が見られる。フェリペ2世のこのような態度には、フェリペ2世の3人目の妻で、メアリーが、フランス王大使妃時代に疑惑かつ幼馴染として、大変に親しかった。 アンリ二世の長女、エリザベートとバロアのありがあったと考えられる。フェリッペ二世は、彼女のために舞踏会を催したり、朗読家に朗読をさせたり、共に遊んだりするなど、仲の良い夫婦だった。メアリーは1567年9月末に、彼女に宛てて、などという内容の手紙を書き送っている。二人の友情は、お互いにとついでからもずっと続いていたらしく、エリザベートは、 ダーンディー暗殺に関して、メアリーは無実であると夫に訴えていた、可能性があると考えられる。なお、エリザベートは1568年10月3日に死去している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。